成人の効能なんですけども、前にも話したかもしれないんですけど、虫除けにも効くのと、あと精神的なものとかの癒しで、インディアンでは儀式にも使われるそうで、悪いものを浄化するっていう話ですね。でこの燃やした様子なんですけれども、これからちょっと音楽を遠くから流して止められちゃうかもしれないですけども、これはイエメンで買ったカセットテープですね。それに合わせてちょっと火の様子をやります。成人に気をつけるときはすごい火が出ますので、火傷に注意してくださいね。こんな感じでちょっと泡出ておいちゃいました。この後この灰皿ですね、1970年代のものなんですけど、ちょっとすごいことになってしまってびっくりしました。ちょっといろんなところに今火つけてますね。音楽ちょっと流してきます。Se vuelvan anticuadas las sonrisas, se extingan todas las puestas de sol, se supriman las doctrinas sin poder, se terminen las películas de acción, se destruyan en el mundo los placeres. Vayan uno a uno los amigos, digan mi pedazo de conciencia, se consuman las palabras en los labios, que contaminen todo el agua del planeta, que renuncien los filántropos. Que se muera hoy hasta el último poeta. Pero que me quedes tú.
tired. And now it's tired of me. まあ借りる。水の花火が小さくてすごいびっくりしましたね。ブリ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 ってなって、なんか見た目があれみたいですよね。でも、炭が触るとふわふわしてるので、かなり結構、政治と一緒にやると燃えすぎて、ちょっとしばらく放置してみますかね、どんな感じで。それが立てたりはしませんでしたね。Thank you.
180度休んでたね。ポケットに入るので私も生まれて初めて食べようと、大体もったいないと食べてしまうんですけど、初めてのお店ですね、カレーのところで。ポケットのホテルのブースみたいな感じで、前ホテルで働いた時にバナナに並んでかけて飲み休みやったんですけど、リームさんが手を焼けてしまったので禁止にしてしまいましたが、飲み出して食べるのは何ですか、これは食べなかったですけどね、そのI'm sorry.